パストール・ラファエル・マルドナド・モッタは、ベネズエラ・マラカイ出身のレーシングドライバー。2010年の GP2 チャンピオン。ベネズエラ人としては、初の F1 優勝者。フジテレビ F1 中継では、パストール・マルドナードと表記されている。ベネズエラ国内で、カートレースを戦った後、1998年に、国際カートレースに参戦するためと押した。2003年からは、 イタリアフォーミュラルノー選手権に参戦し、翌2004年はイタリア選手権に加え、ユーロカップフォーミュラルノーにも参戦し、イタリア選手権ではチャンピオンを獲得した。この年の11月、ミサノサーキットで行われた F1 のミナルディチームのテストに参加した。2005年にはイタリア F3000 選手権に4戦のスポット参戦をし、フォーミュラルノー3.5にも7戦に出場した。 しかしフォーミュラルの3.5ではレース中の危険行為により4戦の出場停止を受けている。しかし翌シーズンの2006年はフォーミュラルの3.5にフル参戦を果たしシリーズ3位となった。2007年からは GP2 に参戦しその年のモナコで初優勝を果たした。2008年はシリーズ5位、2009年はシリーズ6位となったが2010年は 第3戦トルコからレース1を置いて6連勝を記録し、この年の g p にチャンピオンを獲得した。2010年のアブダビ GP 後に行われた若手、ドライバーテストと、ピレリタイヤテストに、ヒスパニアレーシングとウィリアムズから参加し、2台の F1、マシンで合計4日間走行した。2010年12月2日、ウィリアムズ F1 チームとのレギュラードライバー契約を、 発表し、2011年より F1 デビューすることが決定した。2011年ウィリアムズから参戦。チームメイトはルーベンス・バリチェロ。開幕2戦はリタイアに終わり、第3戦中国 GP で F1 初完走を果たす。第5戦スペイン GP の予選では、自身初の Q3 進出果たし9番グリッドを獲得。次の第戦モナコ GP では、 前線で記録した自己最高グリッドを更新する8番手からスタートすると決勝では残り5周まで入賞圏内の6位を走行していたがルイス・ハミルトンと接触しリタイア18位完走扱いに終わった第12戦ベルギー GP で10位でフィニッシュ始発入賞を果たしたその後もしばしば予選では93に入り速さはアピールしたものの 入賞には届かない展開が続き、入賞は前日のベルギー GP の一度に止まり、ランキング19位、総獲得ポイントは1ポイントに終わった。2011年12月、来シーズンもウィリアムズに残留することが発表された。2012年引き続き、ウィリアムズから参戦。チームメイトは、ブルーノセナ。2012年は開幕戦をオーストラリア GP より、 予選級3進出を果たすなど、最先の良いスタートを切り決勝でもファイナルラップまで6位を走行していたが、ターン7でクラッシュを喫し13位完走扱いに終わった。第2戦マレーシア GP においても10位を走行していた決勝レース54周目にエンジントラブルによってリタイアと最後の最後でチェッカーを受けられないレースが続いた。第3戦中国 GP では、 予選13番手から構想し8位入賞を果たした。第4戦バーレーン GP ではタイヤのトラブルでリタイアしたものの、第5戦スペイン GP では再び予選93に進出し2番手のタイムを記録した。その後、ハミルトンが予選失格になったことで、初のポールポジションを獲得。決勝レースではスタートで、フェラーリのフェルナンドアロンソに先行を許すものの、ピットストップで、 ポジション奪回に成功。そのまま抑えきり、自身初優勝を果たした。この優勝は、ベネズエラ人として、史上初、ウィリアムズとしても2004年のファンパブロモントーや以来8年ぶりの快挙であった。しかしこのスペイン GP での優勝以降は、入賞圏内にすら入れない日々が続いた。そんな中、第12戦ベルギー GP では、 予選3番手を獲得するもののセッション中に、ニコヒュルケンベルグの走行を妨害したとして6番手に、降格、さらに決勝では、ジャンプスタートをしてしまい、ドライブスルーペナルティを受けることになった。だがペナルティを受ける前に、マルシャのティモグロックと衝突し、フロントノーズを破損、そのままリタイアとなった。これにより次戦は、ベルディ GP で受けるはずだったペナルティに加えさらに、 グロックとの接触のペナルティにより10グリッド広格の処分が下された。第13戦イタリア GP では11位で完走したものの入賞圏内の10位にはあと一歩及ばなかった。第14戦シンガポール GP では予選2番手を獲得。決勝でも混乱なく上位を走行していたが36周目に油圧系統のトラブルが発生したためリタイアを余儀なくされた。 第15戦日本 GP で8位入賞。スペインでの優勝以来、10戦ぶりにポイントを獲得した。第18戦アブダビ GP では、決勝で5位に入り、10ポイントを獲得した。この年は、決勝でポイントが取れないことが多かったものの、予選では、たびたび休算進出を果たしており、一発の速さで評価を得た。一方で決勝で他者との接触事故が多く、 危険なドライバーとして警戒された。2013年引き続き、ウィリアムズから参戦。チームメイトは、ルーキーのバルテリボッタス。リタイアこそ減ったものの、この年のウィリアムズの戦闘力は、壊滅的で、前年の大活躍が、嘘のように、予選、決勝ともに、パフォーマンスは低迷。入賞は、ハンガリー GP の1位1回1ポイントのみ。 チームメイトのボッタスも入賞は、アメリカ GP の8位1回のみに終わっている。ウィリアムズのこれを受け、マルドなどは他チーム移籍に動き、この年、前年と一勝ずつ上げているロータスと契約。ウィリアムズ側とは高額のスポンサー契約と、ドライバー契約が残っており、違約金として、残り期間のスポンサー料を支払い、ウィリアムズを離脱した。2014年ロータスに移籍。 チームメイトはロマングロージャン。チームは前年終盤のライコネンへの給与未払いから端を発した財政難がシャシー開発に影響し、ルノー製パワーユニットもパワー不足。このシーズンは前年から大きく性能を落とし入賞とはほど遠い状況で立体ア数も前年より増え、アメリカ GP の9位がベストリザルトとなった。最終戦アブダビ GP では 車が燃えてしまい、無線でエンジンに絡めたジョークをマルドなどが発すると、クルー全員が大爆笑することもあったほどだった。ロータスに持ち込んだマルドなどの資金は、財政難のチームの負債の処理に充てられ、マシンの戦闘力向上にはつながらず、逆に三下がり半を突きつけたウィリアムズはマルドなどが、支払った、医薬金やマルティーニなどの新たなスポンサーを得て2014年の、 マシン開発を改善させ、結果的に圧倒的性能だった、メルセデス製、パワーユニットにスイッチしたことで競争力を取り戻し、マルドなどに代わって加入したフェリペ・マッサと、ボッタスの活躍で大幅に成績を向上させる、皮肉内積劇となった。2015年パワーユニットがメルセデスとなり、パフォーマンス向上が見込まれたもののリタイア数が9と、過去最高を更新。荒い走りに、 ペナルティが課されることが目立つシーズンとなった。それでもカナダ GP、オーストリア GP、ロシア GP では、検討して7位。特に後半戦は、比較的安定した走りを見せ4戦に入賞し、2012年の45ポイントに、次ぐ27ポイントを獲得した。しかし、かつて同じように荒いドライビングが批判された同僚のグロージャンが大きく評価を上げたのに対し、 マルドなどは戦術のペナルティの多さに加えて、個人順位でも、カイチームの新人に遅れを取るなど腕前に対する疑念が強まる一年となった。2016年もロータスと契約し、レースに参戦する予定であった。しかし、ロータスは、ルノー F1 に買収され、マルドなどのスポンサーを務めるベネズエラ国営石油会社と交渉を進めることとなる。その頃、母国のベネズエラでは、 国際石油価格の下落による経済、政治が不安定な状況となり、国営会社であるプットフッサトルノー間の支払いの意見の食い違いが発生。その結果、ルノーのシートを確保できず、ルノーの公式発表前の2月2日、自身のツイッターで2016年のレースには参戦しないと発表した。F1 のシートを失った後、 しばらくは表だったレース活動を行っていなかったが、2018から2019年の WEC スーパーシーズン及び2018年のヨーロピアンルマンシリーズにドラゴンスピードからの参戦が発表された。ドライビングスタイルも F1 時代とさほど変わっていない g p にアジアシリーズ。ありがとうございます。